サンマルコは、イタリア海軍のサンジョル女級教習用陸艦二番艦。艦名は、聖マルコのイタリア語読みに由来し、この名を受け継いだ、イタリア軍艦としては四代目にあたる。本艦は、内務省の予算で建造され、海軍が運用を担当する。サンマルコは、フィンカンティエリリバトリゴソ造船所で建造され1985年3月26日に、寄港。 1987年10月10日に浸水。1988年5月14日に収益し第三海軍艦区に配備される。1992年12月から L9892 サンジョルジョ及びサンマルコレンタイと共にソマリアへの人道支援のために派遣される。1993年第24海軍グループを C550 ウィットリオベネと a 五百3十九ベスビを f 五百七十一グレカーレで第二十五海軍グループを c 五百五十一ジュゼッペガリバルディ、a 五5 3 2七スロトンボリ、f 五百七十三シロッコで編成し、ソマリアに派遣された。1九9五年一月十一日から三月二十三日にかけて第二十六海軍グループを c 五百五十一ジュゼッペガリバルディ、 A5327 スロトンボリ F572 リベッジオで編成し、ソマリアからの国連平和維持軍の撤退を支援した。1999年に水陸両用船部隊司令部に配備された。1999年から2000年にかけて近代化改修工事が実施され、これにより、艦首の 76mm 砲を撤去し、甲板を延長、三元中央部付近にあった。 上陸用、集停2隻分のクレーンを撤去して、集停用格納庫を張り出すように拡大し、合わせて、艦艦も拡大した。これにより、艦艦全部と後部に、大型ヘリコプターが1機ずつ、艦中央部に中型ヘリコプターが2機の合計4機分の発着艦スペースが確保されることとなった。2006年夏に、レバノンベイルートから避難する。 民間人を、キプロスとラル仲間で輸送する任務に、L9892 サンジョルジョ、L9894 サンジュスト、551ジュゼッペガリバルリ、D560 ルイージ・ドゥランド・デ・ラペンネ、F574 アリセオと共に従事する。避難民救援のため外務省の依頼に基づき、レバノンに展開するイタリア赤従事者、 世界食糧計画を支援すべくサンマルコ連隊及び、ラグーン連隊をティルスに上陸させ避難民に食料、医薬品の提供を行った。2008年には、欧州における市民保護演習であるサルデーニャ2008に参加している。2009年時点の母校は、ブリン理事会軍基地となっている。ありがとうございます。